これさえ見ればラストアイドルの全てがわかる。ラストアイドル徹底解剖。不屈のグループラストアイドル、その誕生から最新シングルまで繰り広げてきた挑戦の歴史を年表で順に追い徹底解説していく特別版。ラストアイドル初心者のあなたにはもちろん、コアなファンの皆様も彼女たちの類まれなる成長っぷりを改めて振り返ることができる感動の90分。2017年7月、前代未聞の過酷なアイドルオーディションプロジェクトが始動。希代のヒットメーカー秋元康がプロデュースする女性アイドルグループ、ラストアイドル。エントリーナンバー1番、お願いします。およそ5000名の中から最終選考に残ったのは43名。ここから最終的に7名にまで絞り込まれる。彼女たちが他とは違うアイドルだという理由、それはオーディションが行われる前からすでに秋元康作詞によるデビュー曲バンドワゴンが用意され、衣装はもちろん楽曲用の振り付けまで完成していたことにある。そして他のグループと兼任 OK という条件も超異例。全てのお膳立てが整った上で7人のメンバー公募が行われたのである。それでは選ばれし7名の合格者の発表です。そしてラストアイドル7名がついに決定。立ち位置センター、栄光のセンターポジションを射止めたセブンティーンは元 AKB48 ドラフト候補生、真島若菜17歳。北海道出身のドサンコ、小さい頃からアイドルを目指し、それは自分の夢でもありお母さんの夢でもある。やっぱ真ん中だし、先頭に立ってやっぱメンバーを引き締めていかなきゃいけない立場だと思うので、自分のことでも精一杯なんですけど、みんなのことも見ていけるように頑張りたいと思います。立ち位置2番、メンバー最年長のお姉さんキャラ、率先してグループを引っ張るムードメーカー、吉崎彩21歳。福岡県出身、アイドルユニット243と吉崎彩兼任。父が日本人、母がフィリピン人。今グラビアで表紙を飾るなどマルチに活躍。足上なので、足を引っ張ることは絶対ないように、人より努力しなきゃいけないかもしれないです。立ち位置3番、元気でひたむきな14、最年少ながら真の強さでは誰にも負けないグループの妹キャラ、小沢愛美14歳。神奈川県出身、憧れのアイドルは指原莉乃だという中学2年生。歌とダンスが大好きで、ずっとアイドルになりたかった彼女は、ここにいられるのがすごく嬉しいです。ここまで来たからには絶対に自分の夢を叶えてアイドルになりたいのでお願いします。立ち位置4番、現役のモデルでもある美少女がジャパニーズアイドル界の頂点を目指す。夢は歌って踊れるプロのエンターテイナー、安田愛理18歳。神奈川県出身、中学の頃からお芝居の勉強をし、2年前から始めた三味線はプロ級。しかしダンスは未経験。マイクの持ち方とかも初めてなので、違和感しかなくて、自分が踊っているってことにちょっと頑張りたいです。立ち位置5番、小さな体でも気の強さは人一倍、アイドル大好き少女が自分を変えるためこのチャンスにかける、長月みどり17歳。神奈川県出身、アイドルユニットオープニングシスターズ兼任。
オーディション前ダイエットを敢行し5番目の椅子を手にした。人の前に立つのも恥ずかしいぐらい太ってたんですけど10キロ痩せました。で、本気で今本気でアイドルになりたくて、このオーディションに私本気でかけてます。立ち位置6番、踊ることが何より好き。抜群のプロポーションから繰り出す情熱のダンスでアピール、山田真宏18歳。愛知県出身、現在東京で一人暮らしをする美容専門学校1年生。8歳から始めたダンスが武器。今までもオーディション何回か受けたことはあるんですけど、二次審査とかで落ちてしまって、今ここに立ててるのがすごい嬉しいです。立ち位置7番、ダンスレッスンでも休憩中に一人で自主練、とっても真面目な頑張り屋さん。クラシックバレエで鍛えたスラリと伸びた足が自慢、相澤瑠香18歳。宮城県出身の高校3年生、昨年まで仙台のアイドルグループに所属、実家は仙台のお寿司屋さん。ラストアイドルの番組内でも勝ち進んで、今まで応援してくれていた人にも、まだ出会ったことのない人にも熱い気持ちを届けられるような、全国を世界中を熱狂させられるようなアイドルになりたいと思っています。ここに選ばれし7人の究極アイドルが誕生。しかし本当の勝負はここからだった。ラストアイドルが過酷と言われるゆえん、それはメンバー入れ替えオーディションバトルという宿命。7人の暫定メンバーの前には毎週一般応募のチャレンジャーが登場する。チャレンジャーはメンバーの一人を指名、指名されし者は挑戦者とガチバトルを繰り広げ、もし負けた場合その立ち位置の座をチャレンジャーに取って代わられる方式。果たして最後まで生き残る7人は誰なのか。ファーストシーズンにて繰り広げられた超過酷なバトルは21戦、その激戦の歴史を振り返る。絶対にアイドルになりたいです。立ち位置3番、小沢愛美さん。挑戦者で早くもメンバーの入れ替えが。やっぱりアイドル見てないのかなって思いました。
なと一緒に12月迎えたかったです。1番、真島あかなさん、お願いします。挑戦者として決まる前からセンターに挑戦しようと思っていて、ラストアイドルは最強のアイドルということだったので、最強のアイドルのセンターになりたいと思ったし、真島さんはアイドルとして私に足りないものをたくさん持っているなと思ったので、得られるものも多いんじゃないかなと思って挑戦させていただきました。たくさんの方に夢を与えられるようなアイドルになりたいと思っています。よろしくお願いします。ドラフトで指名漏れして、あと一歩のところで夢をつかみきれなくて、やっとの思いでここまで来ました。絶対にアイドルになりたいです。よろしくお願いします。今回の対決勝者は、挑戦者の阿部七海さんです。勝者、挑戦者阿部七海、メンバーの椅子を奪い取りました。バンドワゴンが大好きだったし、ラストアイドルが大好きで、とにかくみんなのおかげで頑張ってこれました。ありがとうございました。本当はやっぱり立ち位置的なところもあって、泣かない方がいいのかなって思ってるんですけど、自信なんてやっぱり1ミリもなくて、いつも泣いちゃって頼りないセンターだったんですけど、でもやっぱり私の永遠の夢はアイドルなので、これからもできたら追い続けたいなって思います。非常なルールの前ではセンターさえも入れ替わってしまう。バトル史上に残る名勝負の末、真島無念の敗退。そして新センターは若干15歳の阿部七海へと交代したのであった。5番、長月みどりさんで。5番が似合うのは絶対私なんで、守り抜きます。勝者は、勝者、挑戦者鴨原玲奈さん。
勝者、挑戦者、鴨原玲奈、メンバーの椅子を奪い取りました。私はこのオーディションで最後と決めてたので、もうアイドルは諦めようかなと今思いました。他の審査員全員が長月勝利とジャッジしていたこともあり、吉田豪のジャッジはネット上で大炎上する結果に。そうそうそう、飛びなくなって。すごいな、びっくりしてる。貴重な体験をありがとうございました。ここで立ち位置5番鴨原、突然の事態により初の敗者復活戦を開催。勝者、元ラストアイドル暫定メンバー長月みどり。二度とこの位置は手放さないし、バンドワゴンを誰よりも素敵に歌うってことを頑張っていきたいです。なんと長月が立ち位置5番に返り咲く。繰り広げられし幾多の名勝負を経て、ついに7人が決定。2017年12月20日、アイドルユニットラストアイドルが誕生。彼女たちが実力でもぎ取った涙のデビュー曲バンドワゴンは、ミュージックビデオ監督堤幸彦、ジャケット撮影蜷川美香という豪華布陣でおよそ9万枚を売り上げた。さらに入れ替えバトルに惜しくも敗れてしまったメンバーたちもセカンドユニットとして活動を開始。しかし手に入れたデビューの喜びに浸る間もなく、次なるバトルが待っていた。2018年1月、各ユニットで争うプロデューサーバトル勃発。ラストアイドルセカンドシングルの表題曲をかけた総当たり戦を開催します。さらなる話題を呼んだセカンドシーズンでは、ラストアイドル、グッドティアーズ、シュークリームロケッツ、
サムデイサムウェアラブコッチ5つのユニットによるパフォーマンスバトルが行われた。各ユニットにそれぞれ今をときめく有名プロデューサーがつき、楽曲はもとより衣装やダンスまで総合的にプロデュースするという方式。運命の組み合わせ結果は？壮絶なパフォーマンスバトルの末、優勝したのは勝者、シュークリームロケッツ。勝者、秋元康生プロデュース、シュークリームロケッツ。激戦を制したシュークリームロケッツがセカンドシングルの表題曲を獲得。ラストアイドルとして君のアチューをリリース。惜しくも敗れたラストアイドルは心機一転、ラルーチェとして再スタートを切ることになった。そんな5つのユニットの垣根を越え、初めてメンバー全員で歌うことになったシングルが、3枚目のシングル、好きで好きでしょうがない。
たが、2018年6月、すぐさまプロデューサーバトル第2弾へとなだれ込む。アベマを舞台にした生放送でパフォーマンスを繰り広げることに。今回もナウテのプロデューサー陣が全面プロデュース。その組み合わせは、激戦プロデューサーバトル第2弾を制し、4枚目シングルの表題曲を獲得したのはラルーチェです。プロデューサーバトル第2弾優勝は後藤継俊プロデュース、ラルーチェ。今回表題曲5人で撮ることができて本当に嬉しいし、と一緒に戦ってくれた、はい、4グループのみんなにも本当に感謝して、これから頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ここで怒涛の新展開、2018年2期生オーディション開催が決定。1期生の時同様、秋元康作詞による楽曲愛しか武器がないがすでに完成。楽
楽曲に合わせた衣装や振り付けまで用意されている。それでは発表していきましょう。ラストアイドル第2期メンバーオーディション通過しました12人を発表いたします。立ち位置12番、地元熊本では高校野球のイメージガールの経験あり、熊本生まれのクールビューティー川田里穂21歳。立ち位置11番、歴史と読書が大好き、憧れの武将は上杉謙信、好きな本は太宰治、人間失格織田中実16歳。立ち位置10番、これまで受けたアイドルオーディションは100を超える、現メンバー最年長畑美咲22歳。立ち位置9番、2期生の中ではにぎやかし担当、誰とでも仲良くなれる性格でグループを引っ張る、上田口姫香15歳。立ち位置8番、 E テレ大天才テレビくんの元テレビ戦士、グループのムードメーカー延命あさみ14歳。立ち位置7番、今回2期生メンバーに応募するため所属のアイドルグループを卒業し退路を断った、町田ほのか15歳。立ち位置6番、アイドルに憧れアイドルを夢見たまさに原石、静岡県の素朴な中学生が12名に選ばれた、山本瑠奈14歳。立ち位置5番、名古屋のご当地アイドルの元リーダー、いつだって何にだって本気で挑戦、木崎千里15歳。立ち位置4番、アイドルになるためなら努力をいとわない頑張り屋、6歳から始めたダンスはメンバー随一、篠田萌え16歳。立ち位置3番、街で聞こえてきたバンドワゴンに心を突き動かされ、2期生のオーディションに応募、高橋みみ18歳。立ち位置2番、歌もダンスも苦手だが不思議なオーラでダブルセンターに大抜擢、神奈川の天然美少女水野マナ17歳。立ち位置1番、2期生ダブルセンター、中学高校では吹奏楽部に所属、サックス奏者で全国大会にも出場、千葉のサックス娘篠原のぞみ21歳。だが2期生としてデビューできるのは12人のみ。生き残りをかけたバトル全試合を振り返る。立ち位置10番、畑美咲さんお願いします。We'll be right back.
の世界に悔いはないです。ありがとうございました。初めての入れ替え、動揺を隠せない暫定メンバーたち。まさかの暫定メンバー3連敗、負の連鎖が止まらない。篠原のぞみさん、よろしくお願いします。アイドルになるなら絶対にセンターがいいと思っています。今もう21歳で、周りのみんなは、就職活動をしていたり、もう社会人になっていたり、もうお母さんになってる子もいたり、本当に今すごく人生の分岐点にいるなっていうのを自分で感じていて、選んだ道が正しかったと言えるように、ここで精一杯のパフォーマンスをして、バトルではあるんですけど、見てくださってる人がこの対決を見てよかったなと思ってもらえるように精一杯頑張ります。よろしくお願いします。勝者は挑戦者橋本桃子さんです。勝者、挑戦者橋本桃子、センターの椅子を奪い取りました。
私は年齢的にももうアイドルの道はないかなと思っているので、もう一度自分の人生よく考え直して自分自身は前に進んでいこうと思います。こうして新センターが橋本に代わり、再びバトルは激しさを増す。全身全霊をかけたパフォーマンスバトルの末、12人の2期生メンバーついに決定。ラストアイドル5枚目のシングル「愛しか武器がない」でデビュー。バトルに敗れたメンバーたちはラストアイドル2期生アンダーとしてラストアイドルに加わることに。そして総勢52名となったラストアイドルの前に立ちはだかった次なる試練、超過酷な歩く芸術。何のためにアイドルになったのかなって、ちょっとなんか予想外すぎて。彼女たちが挑戦することになったのは歩く芸術と呼ばれる究極の行進パフォーマンス。指導者はこの人。できないならはずよ。50年にわたり若者たちを導いてきた名将清原信彦。私はあなたたちが1期だとか2期だとか知りません。グループ全部でやるんです。私たちそんなことやるためにこの世界入ってんじゃないわよって思うと思うんだけども、こんなことできるって世の中びっくりするよ。ただひたすら一心不乱に歩き続ける地獄の合宿がスタート。想像してたより皆さん運動神経いいですね。クロスやってみましょうね。同じように歩けばぶつからないんだから。いい？進め。出たーい。止まれ。前に抜けました。はい、すぐ戻ってください。止まれた。おお、いいぞいいぞ。気持ちにね、あ、怖い、早く通過しなきゃっていうのがね出てきてる。しっかりと自信を持って物事ができるような、そこを勉強してるんだからね。そして一人一人がちゃんと理解できたら集団で物事しても立派にできる。それを人は見て喜ぶんですよ。堂々とやりましょう。はい、はい、もう一度。みんなが揃っているとすごい気持ちよくて、気持ちいいのかな、向き合ってみようかなっていう気持ちにはなれたし、最後まで頑張りたいなって思いました。最初は戸惑っていたメンバーたちも前向きに、全ては順調かに思えたが、あんたを指名してきようと思うんだけど、やってくれる？指揮者
あなたは私は指名しようとしてるんだけど、どうやってくれる？はい、よし、ありがとうございます。決定。はい、頑張れ。指揮者とは号令をかける責任重大なポジション。左右に向かって1、2、前へ進め。指揮者がないじゃできねえぞ。はい、余ったらじゃいけない。はい、後ろ歩行自分でやってて、本当に指揮者が重要なのは痛いほど分かったので、多分みんなもきっと私が指揮者でいろいろ思うところはいっぱいあると思うんですけど、なんかそういうのはもう気にせずに、みんなが最後は私を信頼してくれるぐらい頑張りたいです。指揮者真島のもと形は整ったが、ここから過酷さを増していく。どうした？気持ち悪い。はい、落ち着いて落ち着いて。はい、踊りのやってるあなたたちはなんかぎこちないね。どういうことこれ？怖い。途中から参加することを認めてもらえるかなっていう。怖いです。何もあなたに是非してくれとかいうことじゃないわけ、うん、なぜ泣くの？やり直してかかったら早く行け。走らないでしっかりつけ。あ、いやいやいや、めちゃくちゃじゃないか。もっと集中してやれ。できないなら外れなさい。もう無理なんだなって思って。過酷さを極める中、最悪の事態が。続けることが厳しいと思います、はい、膝が壊れてしまいようが何しようが出なかったら意味がないので、本番は出たいです。本番直前、3名の離脱者が出る緊急事態。そんなアクシデントを乗り越え、ついに迎えた大本番。歩きたかったね。全ての苦難を吹き飛ばす見事なパフォーマンスを披露した。ありがとうございました。今日は本当によくやった。この気持ちを忘れないやったら一人一人成功するぞ。よかったよかった。歩く芸術をフィーチャーした6枚目のシングル、大人サバイバーはラストアイドル初オリコンチャート1位を獲得。グループ全員の悲願だったミュージックステーション出演も果たした。サバイバー、前へ前へ歩けよ、風に負けるな。サバイバー、どんな
歩く芸術を大成功させた彼女たちだったが、次なる試練が行き着く暇もなく立ちはだかる。今までと全然違います。やったことない動き。メンバーも思わず戸惑った高すぎるハードル。ラストアイドル史上最高難度ダンスへの挑戦、指導者はこの人。バブリーダンスで一世を風靡した振付師アカネ。最後に、オーディションします。3つぐらいにレベル分けをしたいと思ってて。練習初日、いきなり行われたクラス分けオーディション。経験者と未経験者の実力差は歴然。この中に、まあ、なぜいるのかなっていうメンバーも います。正直そのダンス云々じゃなくてやる気の問題というか。でもそういう人一人でもおったらどんどん腐っていくと思う。本当にプロの自覚を持て。茜先生の言葉に少しでも差を縮めるべく個人練習に励む。迎えた再オーディション。練習してきてる人もいれば絶対してないなっていう人もいたんだけど、それじゃダメだよね。チームとしてまだまだ甘い。茜先生の激しい激が飛ぶ。正直オーディションに選ばれている人たちとは思えない。やる気あるって言ってるけど口だけやから。手も足も出ないってこういうことですね。やばい。もう置いてかれるっていうレベルだと思います。茜先生の指導に必死に食らいついていくメンバーたち。果たしてその成果は。1ヶ月ぶりですね。どんな感じになってるんだろう。お願いします。雑さがそんなになくて綺麗に踊れてるように見えました。この調子で頑張ってほしいなと思います。安心はしました。このチームだったら大丈夫。頑張ってないわけじゃないみたいな感じで思ってたんですけど、なんかそう思ってること自体が甘えだなって思って、先生に伝わったのかなって思うとめちゃくちゃ嬉しいです。実を結んだ努力、ついに茜先生に認められたラスアイメンバー。今日から4日間完成もさせないといけないし、みんなのフォーメーションも確定したいんです。さあここからダンスの完成へ向け怒涛の追い込みが始まる。車掌さんのような感じで探してるんですよ、自分の行く方向。自転車のトン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 って揺れてる感じあるじゃないですか。あれです。こうやって揺れてみて、で可愛いのも入れてみようと思ったんです。ようやく完成目前にまでこぎつけ疲労困憊のメンバーたち。しかし茜先生から突然。ちょっとだけ変えます。急遽振り付けの変更。メンバーたちはついていけるのか。振り切れなかったんだけど、あともう今月ももう一回ぐらいは絶対来るので、気抜かずにただただ頑張って練習してください。えぐない？この踊りすごいよな。とんでもないもんできてるわな。やる気あるって言ってるけど口だけやから。こんなとこで止まってる場合じゃない。もっと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 目標を高く持って、もっと努力しないとどうにもならない。もう一回。こうして制作期間およそ2ヶ月延べ58時間にも及ぶ猛レッスンを受け、ラスアイ史上最高難度のダンス
ついについに完成。その初披露の舞台は真夏の神宮球場。やばい、暑い。尋常じゃない。灼熱のステージで繰り広げられた太陽より激アツの初パフォーマンスを見よう。結構皆さん見てくれたなっていう、やっぱあかねさんのダンスは強いなって思いました。お疲れ様、お疲れ様です。歩く芸術、最高難度ダンスを成功させてきたラストアイドルを襲うさらなる試練。クリスマスライブにて発表が。18名を選抜するオーディションはラスエ史上初の立候補制に。名乗りを上げたメンバーは41名。オーディションの順番はくじ引きで決定したのだが、38話。やばい、昨日からずっと1だと思ったんです。最後ですか。小学校の時も。そう、ファーストシーズンでセンターの座を奪った阿部から始まり、奪われたマジまで終わるという運命的な順番となった。くじ引きで選ばれて1番が阿部奈々美さんで、最後が真島さんっていうのが本当にもう、すごい、ね、運命的っていうか思ってるとしか思えない。ダンス、歌、一言パフォーマンスの3部門での審査。
からまたラストアイドルが一つになって頑張れたらいいなと思って歌います。ラストアイドルでバンドワゴン。バンドワゴンは阿部にセンターを奪われるまで真島が歌っていた彼女にとって熱い思い入れが詰まった曲。バンドワゴンが大好きだったし。オーディションの結果18人が決まり、ラスアイの絶対的センター阿部が総合評価1位をまたも獲得。9位には2期生の町田、12位には畑がランクイン。この選抜メンバーで歌うのが8枚目シングル愛を知る。幾多の試練を乗り越えてきたラストアイドルの目の前にまたもや新たなる壁が立ちはだかる。俳優さんが戦ってるシーンを見て、あれを自分がやるのかって思うとうって感じめちゃめちゃ不安でしかないです。めちゃくちゃ不安だらけのメンバーたちが挑むのは盾。今回超本格的で高難度の盾にチャレンジする。もちろん新曲のパフォーマンスは盾を取り入れたものとなり、そのミュージックビデオにおいては日本のアイドル史に残る壮大な盾シーンを撮影することに。さらにこのプロジェクトへの参加は選抜18人だけではない。選抜以外のメンバーも各自で盾を練習し、下克上大いにありの入れ替えバトルを実施。そして清原監督、茜先生に続く今回の先生はこの人。映画銀魂や進撃の巨人などのアクション監督を務めた盾師田淵圭也。プロ中のプロが今回ラサイメンバーに全力で盾を叩き込む。不器用なんでちょっとやっぱり入れ替わりがあるとか、盾っていう言葉がなんか想像ができなさすぎて怖いです。プールに溺れるぐらいちょっと運動ができないのと、ちょっと自分的には心配だなって思います。未知なる盾への不安と
下克上入れ替えバトルへのプレッシャーがのしかかる中、いきなり練習がスタート。じゃあ1、2、3、4、1、8、8、3、8、5、フレップ。今のは牧草が動いてるだけだから振るんだよ。戦いだから。刀持ってさ敵がいるのにさ、えいえいってないでしょ。チョーッなるから、あ戦ってんじゃない、これ切り込みに行くんだなっていう風に見えるわ。はい、もう10本いきます。はい、とにかくついてこい、ついてこいよ、うわ。練習初日から田淵先生の熱血指導が炸裂。めっちゃ重いです、もう刀が。ここともうここが痛すぎて、全然茜先生のダンスよりきついかもしれない、もしかしたら。かっこいいっちゃしんどいです、正直。払われに行くんじゃないの、切りに行く。未経験者ばかりだが、練習を重ねるうちに現れ始めた盾に対するポテンシャルの差。畑さんはね、こっからどう乗り切るかですよね。負けないでやってほしいかなと。安田さん良かったですね。立った瞬間がカチッとしてる瞬間があるんで、あとはそれを周りがその子たちを見て本人たちがどう感じるのかな、自分との違いだったり。よし、いい振りだね。よし、いいじゃん、かっこいいぞ。手のバランスが合ってないんでしょうね。あれちょっと早めにちゃんと直さないと。今日早速なんですけど、テストします。3つに分けちゃおうかなと、ランクを。実力差を考え、 A から C の3段階にランク分けする。 A、 A です、 B です、 C です。まざまざと突きつけられる実力の差。ここから練習はさらに本格化していく。はい、振りが遅い。泣くな。はい、ケツが出ちゃってるぞ。その追いつけないですね、全然できなくて。慣れない盾に悪戦苦闘しながらも、ひたすら木刀を振り続けるラスアイメンバー。厳しい稽古の成果が徐々に出始める。もみ山が一番良かったですね。まずね、スタミナがあるんですよ。あれでもうちょっと疲れるぐらい自分追い込んでの体を動かしていったら、彼女は本当最高に上手くなると思うんですよね。盾と向き合い必死に稽古に励むメンバーだったが、練習中まさかのアクシデントが。小沢の木刀が誤って白石のマウスガードを直撃。大切なメンバーをなので余計に刀を振るのがすごく怖くなってしまって、手の震えが止まんなくて。気にすんなって。全然お前と白石だから怪我しないで済んでんだからな。やってたから反応できてて怪我しないで済んでんだからいいんだよ、間違ってないから。芽生えてしまった恐怖心、しかしここで立ち止まっている暇はない。選抜の子から、ビデオが送られてきて僕見ました。本気でアイドルの頂点目指してます。私は絶対に選抜に入れてください。ちょっと入れ替え戦みたいなのがまたやろうと思います。田淵先生が審査。下克上バトルに向け選抜下位3人と非選抜上位3人を決定。絶対に選抜に入りたいです。入りたかったっていう気持ちも全て含めて明日に臨みたいなと思います。できることがあるなら何でもやりたい。かなり厳しい状況なんだろうなとは思います。そうだろうなって。いざという時に見せられないというか。
選抜の座をかけ運命の下克上バトルを開催。引き迫るパフォーマンスを見せ選抜に選ばれしメンバーは、今日やったみんなは僕の基準点全て超えてて、こいつらなしにはできねえなっていうのをちょっと相談してきました。はい、はい、それが通していただけたので全員合格です。感動させたいなと思ってやってたのを感動させられて、こいつら外して何ができんの。全員合格。こうして新選抜メンバー21名で迎えた大本番。全員が主役だ。全力を出し切ろう。誰に行くんじゃねえ、君に行くんだ。ラスタイル行くぞ。1人100人ずつ切ってこい。パフォーマンスに茜先生の振り付けがコラボして出来上がったのが、9枚目のシングル何人も。過酷なバトルを勝ち抜き、幾多の試練を不屈の闘志で乗り越えてきたラストアイドル。次なる高みを目指し、大いなる歴史を刻むラストアイドルの挑戦はこれからも続いていく。彼女たちにさらなる応援を。